ジャン君、ポンちゃん、おはよう。はい、今日はいい天気です。いい天気ですが、うちはあんまり関係ないですね。外に出るわけじゃないので。出た方がいいけど、ジャン君とポンちゃんは日に当たってればいいよね。いいよね。もうちょっと前に行った方がいいよ、ポンちゃん。ジャン君、この足を少しどけてあげるとポンちゃん行けるんですけど、よろしくお願いします。ジャン君、さあ、ジャン君、今日は何して遊ぶのかな。これからジェイコブのおじさん来ちゃうよ。上まで来るかどうかわからないけどね。あ、それね。はい、はい、どうぞ。いらっしゃい。ふんふん。いいね、ジャン君。キューピいいな。はい、こっち。ポンちゃん、ちょっと体勢がつらかった。ポンちゃん、お休みですか。もう寝ますか。新しいベッドがお気に入りだよね。ね、すぐ気に入っちゃったね。うん、じゃあこれはパパのものにしよう。はい、乗った。その乗り方なの。上半身をさ、乗せてクッション代わりに乗せてる。ケツじゃダメなのかい。ちょっと潰れすぎちゃうと思うの。そうね、ここに少し穴を押し込んだらちょうどいい感じかな。まだ新しいからね。そうなんだよね。もうちょっとここの家の人の匂い付きをしたらいいかな。わかりました。じゃあそのためにこういうとこに乗せて、そうそう、ちょっと潰してあげてください。よっからじゃ、ね、そしたらジャン君使うよね。じゃあカレー臭をつけてジャン君を誘いましょう。何かもらえるらしいですよ。今日もホタテの
フリーズドライのホタテを揚げましゅう。はい、どうぞ。はい、はい、ポンちゃんもちょっと待ってね、今来てね。ポンちゃん待ってね。よいしょ、あ、これなんか割れてる。あ、ごめんね。あれ、あれ、あれ、ないね。はい、はい、どうぞ。ちょっとね、ごめんね。おいしいね。あら、ちょっと外に出ちゃった。はい、ポンちゃんもね。よいしょ。よいしょ。ちぎってね。はい、どうぞ。プリンターの音だよ。おいしいね。おいしいね。おお、びっくりしたね、ちゃんくん。ビビりました。ちゃんくんびっくりしたの。ポーちゃんも浮いちゃうの。ポーちゃん、ポーちゃん浮いちゃった。あ、上から見てる。YouTube の猫動画でビビってしまいました。あ、ジャン君も行くの。はい、2匹で避難です。猫の喧嘩に慣れてないもんね。そうだね。もう10年前ぐらいでしょう、きっと。ポンちゃんはあれだけど、ジャン君男の子だから余計さ、あれかもね、うん、喧嘩には。ここの縄張りに来てるわけじゃないから大丈夫だよ。あれ、うまそう。うん、うまそう。どうする。どうする。しかもロシア語が流れてる。日本のニャンコじゃなかったの。そうだね。